はい、シネガチャ始まりました。ミキです。坂井理恵です。竹内理恵です。どうも。さあ、今日は私がプレゼンをさせていただきますが、はい、こちらプライベートウォー。おー、すごい海賊みたいでしょ。超かっこいい。ビジュアルかっこいい、ね、すっごいかっこいい。アニメチックかなと思いきや、うん、これ実は実在した人の話で、Ladies and gentlemen, Foreign Correspondent of the Year, Marie Colvin. 伝説の女性戦場記者、メリー・コルビン。Where did you get that eye patch? At Treasure Island. I have nightmares every night. You've seen more war than most soldiers. You have to take it seriously. 彼女はなぜ? I hate being in a war zone. 何を求めて戦場へと向かったのか。But I also feel compelled. I want people to know your story. 今明かされる真実の物語。I see it, so you don't have to. Private War. For an audience is very far away. This is the reality.ちょっとね、これ重いテーマではあるんだけれども、あの、私がポイントとして思ったのは、うんうん、こんだけ過酷な仕事に没頭してるわけじゃない、うんうん、そういう女性って結構なんか女を捨ててる感が出るというか、なんか、まあね、必死に仕事してますみたいな、ね、そうそう、例えばもう化粧もしなくなってるとか、うんうん、ボイッシュなイメージがある。着るものとかもね、なんかあんまり気にしないとか、うん、まあそんなイメージじゃない、うん、だいたいなんだけど、うん、この人はね、もうワンナイトラブ大好きみたいな感じでなんかいいねそれでも本当にいい意味で、うん、本当に私は尊敬するっていうか、うんうん、こんだけの中にいながら、うん、女としての楽しみを最後まで、うんうんうん、なんか満喫するというか。で、まあ、結婚も実際2回してて、うん、で、まあ、1度目は離婚なんだけど、2度目は、うん、旦那さんが自殺しちゃうっていう、ハードだね、うん、やっぱちょっとね、なんかね、プライベートもハードすごいね、うん、そうで、まあ恋愛もワンナイトラブもするけど、うん、恋愛もちゃんとしてて、うん、で、すごい気になったのが下着をみんなどんだけこう気遣っている、うん、男性と会う時ってこと？男性と会う時じゃなくて、普段この人は普段も、うんうん、オーダーメイドなのかなみたいな素敵な下着をつけてて、で、それが結局、うん、いつ死ぬか分からなくて、その死体を見られた時に、確かにっていうことを考えてっていうことがあって、あ、それって結構なんか、うん、上下ね、別々とかあるやん、あるあるある女の人あるやんそうね、常に戦闘態勢なのね。だからまあ女性としてっていうのももちろん大事にしてるんだけど、うん、この人がいかにいつ死んでもおかしくない状況で生活してるかっていうのもなんかよく現れるっていうか、うんうんうん、その恋愛とか性に対してとかも全力ってことだね、毎日。そうなの、本当に結構なんか遊んでるなみたいな感じがすごくかっこいいんだよね。タバコなんかもガンガン吸って、うんうんうん、なんか男らしいんだけど女らしいし、うん、これなんかビジュアルすっごいかっこいいけど、実在の人も本当に似てるのかな。すごい似てんだよ、あのこの女性、女優さんなんだけど、うんうん、そう、実際はイギリス人なんだけど、うん、このあのメリーがアメリカ人だから、うんうん、そのアメリカ人特有の話し方とか、あ、名前全然違うもんね、とか、あと彼女の歩き方だったり姿勢だったりとかもトレーニングしてマスターして、うんうん、すごい。で、出演者の一人であるトム・ホランダは、うん、その生前のメリーと実際に面識があって、で、彼が言うには、まあ、社交的な場で顔を合わせた時の彼女は、うん、もう力強くて魅力的で、もうこの脚本は彼女の姿を正しく描いてるし、うん、それをちゃんと彼女は演じてるっていう。すごい。プロデューサーにね、シャーリーズ・セロンが参加してて、シャーリーズ・セロンもさ、うん、映画でさ、うん、まあ、昔あの女性の連続殺人犯の役を演じた時に、うん、本当に
こう外見を似せるためにすごい太ったりとかしてたじゃん。だから結構なんかこっちの人たちってそこら辺をねちゃんとなんかしっかりとそう演じようとしてるなっていう。これイギリスとアメリカの合作の映画で2018年に公開したものなんだけど、上映時間が110分、公開が今年の9月13日金曜日、東宝シネマズシャンテ他全国公開となっております。これね、女性にも見てほしいんだけど、世界中の人、戦争とかいろいろな問題も描かれてるし、これが本当にあったっていうこととして、なんか歴史を知る上でも見てほしいなと思う。なんかすごい感動したりとか悲しかったりとかですごい泣いちゃいそう、これ見たら、うん、泣けると思う、一言じゃないもんね、戦争のこととかさ、しかも実際いた人だし、すごい、すごいリアリティのある映画なんで、ぜひ見てください。お願いします。